ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。セレンタ月騒動に関する運営会社への不信により、2024年2月8日に、日産自との業務提携の終了を発表していた PC 周辺機器ブランドのハイトなのですが、3月6日、ホロライブゲーマーズのキーボードアクセサリー、キーキャップセットを販売すると告知しました。唐突なネトラレによりノウが破壊されました。訴訟も辞さない。1ヶ月で用意できるもんでもないやろうし、前々から準備はしとったやつやろうけどな。でも野豪大丈夫？こっからホロライブが二次三次レベルに、信用を失ったらコラボがなしになるよ。こっから、どうやったら二次三次レベルにまで落ちられるでしょうかね。そんなことより、この商品は、キーボードのキーを取り替えるものみたいなんですが、今まで、そういうことができるって知らなかったので、ちょっと綺麗だなって思いました。気になる人は、概要欄のリンクから見に行ってみてください。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。